無宗教は、外して特定の宗教を信仰しない、または信仰そのものを持たないという思想、立場を指す。無宗教は、しばしば無信論と混同されるが、それとは異なる概念である。無信論と不価値論の割合。伝通総研及びズッカーマンの調査より、宗教は重要であると答えた人の割合。米、ギャラップの調査より、 宗教は重要であると答えた人の割合。プリサーチセンターの調査より、無宗教が成立するには以下の2つの要件があるとされる。これらの条件を満たすことのない途上国などでは、自らがそれを望むと望まざるとお問わず、また、それを自覚しうるか否かをも問わず、自動的に何らかの文化的な飲酒、慣習を含む信仰、宗教に組み込まれ、 離脱を許されずにいるとする見解もある。教義の無神論は、神が存在しないことを積極的に主張することである。この点において、無神論は一種の思想であり主張である。一方で、無宗教とは、宗教的主張がないことであり、神の存在を必ずしも否定しない。無宗教者の中には、特定の宗教に属していないが、神に類する。 超越的存在を認めている者も,もいる。また、日本においては、神道における800万の神々が潜在的に根付いており、米粒には神様がいるや、トイレの神様など、いわゆる多神論的な環境となっているが、その中で唯一の神が存在しないことを積極的に主張する論理もある。日本は統計上、無宗教を自覚する人の割合が多い国である。ただし、 無宗教は無信論を意味しないため、習慣的に宗教的行為を行っている人も多い。お辞儀をする、食事前に手を合わせるなど、神道や仏教の習慣や文化があるほか、思想が変わらない、同一人物が神社や寺院に同じ日に参拝に行ったり、冠婚は神に結婚を誓い指輪を交換する。キリスト教形式、葬儀は、僧侶が故意に出して、経典を読み上げる。 仏教式を行ったりするなど、複数の宗教が混在しているのも特徴である。また、家がある寺の段下であるため、本人の意識に関わらず統計上仏教徒として扱われている場合もある。2012年12月18日、調査会社ピューリサーチセンターの発表の世界の宗教動向に関する調査によれば、世界の無宗教者の総数は約11億人。 キリスト教、イスラム教に続く規模。ギャラップの調査は無宗教に最も広い定義を用いている。質問は、宗教は重要ですかで、下の値は、いいえと答えた人の割合を示す。伝通総研は、宗教を持たないと答えた人の割合である。フィリップ・ズッカーマンの調査は無神論者と、不価値論者であると答えた人の割合である。 ギャラップの調査は2007年から2008年に、電通総研の調査は2006年に、ズッカーマンの調査は2005年に行われた。イギリスで社会調査を行っている国立社会調査センターが発表した進行している宗教に関する調査によると、現在イギリスで何の宗教も信じていないという人の割合が半数以上の53%に達したという。ありがとうございます。